たのよ、ケンタナよ、ケンタナよ、願いよ、ベースにかる。じゃあ今回は、キ、耳を使う慣用句になります。キがやるだ。じゃあこちらも二重発音、これは薄いって意味なんですね。耳が薄い。じゃあ皆さんちょっと、当ててみましょうか。耳が薄いってどんな意味でしょうか。耳が薄いというのはよく話に翻弄される、よく惑わされるって意味なんですね。これは日本語だとちょっと長くなるんですけど、話に、よくですね、よく惑わされるっていう意味になります。耳が薄いからよく人の話に、もう乗ってしまうという意味なんですね。じゃあ例文だと、ビッグバンの대성。대성이는자얇다。じゃあ얇다が原因形ですね。薄い、薄いです。は、アードと陽体で仕上げると、じゃあこのアーはアーオーヤーの場合、じゃあこのヤーがついてるのでアーヨーがつくんですね。ヤルバヨーが薄いです。テソンちゃんは、テソンは耳が薄いですというのは、テソンは話によく惑わされますという意味になりますね。はい、次뼈빠지게。じゃあ뼈빠지게直訳すると骨が抜けるほどという、ちょっと恐ろしい、慣用句になるんですけど、これは日本語だと骨身を惜しまずという、これはもうすごい苦労して、頑張ったりということでよく使われる、表現になります。例えばまさに私の今の立場なんですね。일본에서뼈빠지게働いています。じゃあていますは現在進行形、こういったがつくんですね。こういったなので、일하고있어요ですね。일본에서뼈빠지게일하고있어요。もう骨が抜けるぐらい頑張ってるという意味になりますね。日本で骨身を惜しまず働いていますという意味になります。はい、次行きましょう。年を取るという表現がありますね。年を取る、나이를먹다。じゃあ먹다は食べるですね。なので直訳しちゃうと年を食べる。じゃあ皆さん気づきましたか。イコール年を取るという意味なんですね。これこそもう頻繁によく使う表現じゃないかなと思いますね。じゃあ年を取りたくありません。나이를、じゃあ먹다が原型ですので、나이를することが嫌だという表現は、기싫다という表現があるんですね。기싫어요。あと나이를먹기싫어요は年を取りたくありませんになりますね。じゃあ발이넓다、またこう身体を使う表現になるんですけど、じゃあこちらは皆さん直訳すると足が広いという表現になるんですね。じゃあこちらもまあよく韓国人が間違うところでもあるんですけど、日本では顔が広いっていうんですね。顔が広い。じゃあ韓国では、すごい人脈、知り合いが、友達が多い、そんな人を발이넓은사람、足が広いっていうんですね。なので、じゃあ BTS の정국이는足が広くて、じゃあ발이넓다、広くて理由を表す表現は韓国のあそおそがよく使われるんですね。じゃあなのでこちらはまああおやじゃないのでおそが使われて넓어서になるんですね。넓어서、친구가많아요、友達が多いです。じゃあ手を洗う。じゃあ皆さん手を洗う、一体どんな意味だと思いますか。
日本語だと足に例えて表現するんですね。足を洗う。도둑질、まあ盗み、日本語だと盗みになるんですね。カラは、そ。じゃあ足を洗いました。今回は過去形になるんですね。そうぬるしったが原形ですので、じゃあ皆さん過去形大丈夫そうですか。あっそよ、っそよがつくんですね。あっそよ、っそよ。じゃあおっそよがつくんですね。しそっそよ、도둑질에서손을씻었어요。盗みから手を、足を洗いましたという意味になります。じゃあ最後にこれを皆さんにぜひ覚えてほしいと思います。얼굴이두껍다。じゃあ直訳すると皆さん何でしょうか。じゃあ顔が熱いという意味になるんですね。じゃあ顔が熱いというのはどんなことなのかと言いますと、ずうずうしいという意味になるんです。ずうずうしい。じゃあ私の弟はチェドンセンですね。チェドンセンはあまりこう人目をはばからず、ちょっと恥をあまりかかないというか、チェドンセンは얼굴이두꺼워요。じゃあ皆さん注意しましょう。これもまた不規則によって、これは比喩不規則なんですね。これが抜かれ、うがついてくる。두꺼、じゃあうがついてきたのでおよがついて두꺼워요ですね。두꺼워요。顔が分厚い、顔が厚い、顔が厚いというのはずうずうしい。私の、弟はずうずうしいですという表現になります。はい、慣用句もひたすら覚えるしかないんですね。日本語と表現が違うので、こちら間違わないように皆さんしっかり覚えて、どん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 いろんな表現できるように、これ使ったらやっぱり韓国人ネイティブの方が聞いたら、あ、結構、韓国勉強してるね、上手だねって言われると思います。はい、では日本語と違う面白い慣用句1、ここまでにしたいと思います。また2を、今後皆さんにまとめて、説明しますので楽しみにしてください。수고하셨습니다。